どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマはビネガードリンクです。今回の内容について、1ビネガードリンクとは、2ビネガードリンクの効果、3ビネガードリンクの注意点、4爽やかにリフレッシュ、これらについて説明していきます。1ビネガードリンクとは、ビネガーはお酢のことを言います。お酢を水や炭酸水などで希釈したドリンクのことです。僕は最近ビネガードリンクを飲むようになりました。僕がビネガードリンクを飲む理由です。まず1、お酒以外で夜に飲むドリンクを探していたからです。お酒は好きなのですが、僕は飲んだらすぐに顔が赤くなります。お酒に弱い体質なんですね。夜のリフレッシュタイムにお酒以外に何かないか探していました。その時に行き着いたのがビネガードリンクです。次に2、味の種類が豊富で日によって変えることができるからです。いろんなメーカーで生産されています。果実の味がするビネガーもあります。ちなみに僕はザクロ、マスカット、カラマンシーを購入しました。どれも美味しいです。最後に3、1杯 200cc あたりのコストが40から50円ほどと安いからです。何で希釈するかによって全体の費用は変わります。ただお酢自体の値段は40から50円ほどで、美味しく健康的なドリンクなのを考えると安いと思います。それではビネガードリンクの効果はどういったものがあるか説明します。2ビネガードリンクの効果。まずは1、内臓脂肪を減らすダイエット効果です。酢には酢酸、クエン酸、アミノ酸が含まれています。酢酸は脂肪の蓄積を抑える効果があります。クエン酸は体内の脂肪をエネルギーに変えて消費し、アミノ酸はその脂肪の燃焼を促す効果があると期待されています。次に2、高血圧予防です。酢酸が代謝される際に血管を拡張させるアデノシンに働きかけ、血圧の上昇を抑える効果があるそうです。そして3、腸内環境の改善です。酢酸が腸内の悪玉菌の増殖を抑えるなど、腸内環境を整える効果があります。最後に4、疲労解消です。クエン酸とアミノ酸が疲労回復のスピードを早めてくれる効果があります。3、ビネガードリンクの注意点。酢酸の成分で歯や胃を荒らしてしまう恐れがあります。酢酸は酸が含まれています。酢酸が胃腸内を刺激することがあるので、胃腸が弱い方は注意が必要です。また酢酸が歯の表面のエナメル質を溶かす恐れがあります。そのため飲む際は空腹時には飲まない、原液では飲まない、飲んだ後はうがいをする、これらが対策として考えられます。4、爽やかにリフレッシュ。効果や注意点を踏まえると、夕食後から寝る前の歯磨き前までの時間、夜のリフレッシュタイムにはぴったりのドリンクですね。味の種類だけではなく、希釈の割合や希釈するものを変えて自分に合ったドリンクを見つけるのは良いでしょう。今回はビネガードリンクについて説明しました。味だけではなく健康的なドリンクでしたね。日々の健康維持、生産性向上には良いドリンクだと思います。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。 Thank you.